ストークリー・スタンフォード・チャーチル・カー・マイケルは、アメリカの差別撤廃闘争の指導者、トリニダード・トバゴ・トリニダード・ジマポート・オブ・スペインにて、出生。11歳で、アメリカに移住したが、移住先のアメリカは、当時人種差別が合法であり、自らが黒人だという理由で差別を受けたため、1960年から、反人種差別を訴える、学生運動を起こし、 その後、非暴力的直接行動がアメリカ南部各地で展開された。1964年に公民権法が施行されたものの、一向に減らない人種差別に怒りを感じていたアフリカ系アメリカ人の若者たちから強い支持を受けて、1966年に学生非暴力調整委員会第3代目議長になった。同年6月にブラックパワーを提唱し、 その行動は一部のアフリカ系アメリカ人から指示を受けた。一時期、ブラックパンサー等の主席になったが、思想の不一致で離党した。1969年にアメリカを離れて妻である歌手、ミリアム・マケバト・ギニアに移住し、その際に名前をクアメツレに改名した。1998年にギニアの首都であるコナクリで死去した。ありがとうございます。